もうここで入ると水着のあれがすごい匂いしますね。うん、海水と硫黄だからね。やっぱ暑いでしょ。暑いです。どこから薄めればいいんですかねこれ。いやーこれはもう本当に運次第なんで、これ薄める方法がない。あそこなんか水が出てそうじゃない。こっちは普通の温泉ですか。で問題入れるかどうかだよね。入れないことには。すごい、確かに硫黄臭がすごい。うん、硫黄と海水っていうのがすごいんですけど、ちょっとカメラ つける気にならないよねこれ。あと無理、とても無理。水え、海？海水、海水、海水、海水。そっちは海水出てそうじゃん。こっちはほら海水出てそうじゃん。でも肌にはなんか良さそうな匂いがするんですけど、やっぱり椿油っすか。いや、なんかこれ、ぬるいじゃん。そうだね。そっちは？そっちがそこ。水出てるから、それ水じゃないのかな。あ、うん。ここ温泉なんだね。上の方が冷たいですかね。いやー、そっち見てみるけど、それ水じゃない。それ水だったらそこ入れると思うよ。水じゃないと無理だと思う。なんかメキッとかなかった今。いました。メキメキッと。ダメよこれ。お湯？あ、じゃあダメだ。お前。マジっすか。スカートですこれ。マジっすか。じゃあちょっとわし。紅葉はどうですか。え。紅葉は。紅葉。紅葉。紅葉。まだ赤くないですねって。それ紅葉じゃねえって。じゃあ。皮下的疾病に効果があるのでアトピーとか。引くんです。なるほど。アトピーとか傷、擦り傷とか、あ、そうなんだ。なんか今の小学生が入るとちょうどいい感じですね。ああ確かに。アトピーとか特に多いですからね。うん。多分いいと思います。ということでおすすめですね。はい、おすすめです。はい。じゃあ明日の午前中に行きましょう。明日の午前中に。じゃ。かなりいい感じに滑るよ、本当に。ちょこちょこちょの風呂です。あ、今日お帰りなんですか。これからですか。あ、じゃあ楽しんできてください。海の方入ってみようかな。あ、うん、海気持ちいいですよ。あ、すごい。おお。じゃあ足のけといたら危ないですね。
あの、いや、あったかいかなって感じがするぐらいだって。うん、いいですか。熱湯とかだったらどうしよう。いや、でもこれいいですね。あまりメイクは気にしない方がいいです、お風呂は。こんなとこです。海です。あ、確かにすごい色してます。あ、ついたでしょ。落ちましたね、これ。うん、落ちたいと思う。ちなみに、ここも。何してんの？おお、熱い。湯だこが。うわ、土砂降り土砂降り土砂降り。土砂降り土砂降り。登れました。とりあえず体冷えちゃうから、はい、行こう。やっぱトンネルはやっぱりこうビデオ回してくぐないといかんかなみたいな。風邪なかったらどうしましょう。ん？いやでもここチャレなくても歩けるじゃない。すごいですよね、ここ。本当に